レフダビドビッチ・ランダウは、ロシアの理論物理学者。絶対0度近くでのヘリウムの理論的研究によって、ノーベル物理学賞を授与された。エフゲニー・リフシッツとの協調である、理論物理学協定は、多くの言語に訳され、世界的にも、標準的な教科書とされている。ランダウ一家ランダウは、1908年1月22日に、当時は、ロシア帝国の一部だった。 アゼルバイジャンの爆雨にて、ユダヤ人の家庭の第二子として誕生した。父ダビット・ルボビッチ・ランダウは裕福な石油技術者だった。母・ルボフは貧しいユダヤ人家庭の出身で、科学や教育に関し非凡な能力を発揮した。薬理学に関する論文や教科書を執筆し、ユダヤ人学校で子供の教育に携わるなど、教育熱心な女性だった。 ランダンの人格形成や科学的才能の開花については母ルボフの影響が大きかったとされる。子供の頃は数学の振動と呼ばれ、12歳で微分法、13歳で積分法を理解した。1920年に13歳でギムナジウムを卒業した。両親は大学に入学するには早すぎると考え、1年間、 バクー経済技術学校に通った。1922年に14歳でバクー国立大学に入学し、物理数学科と科学科を同時に受講した。その後、彼は科学の勉強を止めたが、生涯を通してこの分野にも興味を持ち続けた。1924年16歳でレニングラード国立大学に移り、1927年に19歳で卒業して、 学位を取得した。同大学は当時のソ連における物理学研究の中心地であった。同年、エネルギー密度行列の概念をフォンノイマンと並行する形で独自に発見した。大学卒業後は、レニングラード物理工学研究所に在籍して、磁場中の電子の運動、量子電気力学の研究を行い、1934年に博士号を取得した。 1929年から1931年にかけてロックフェラー財団の奨学金を得て国外留学に旅立った。その時までに彼はドイツ語とフランス語に堪能で英語でもコミュニケーションすることができた。後に英語を上達させデンマーク語も学んだ。ゲッティンゲンとライプツヒに短期滞在した後、1930年4月8日から5月3日まで、 コペンハーゲンにあるニールス・ボーアの理論物理研究所に滞在した。それ以来、ランダウは自身をボーアの弟子とみなし、彼の物理学への取り組みはボーアの影響を大きく受けた。コペンハーゲンでの滞在後、1930年中頃には、ケンブリッジでポール・ディラックと共同研究した。イギリス滞在中、当時ケンブリッジ大学。 キャベンディッシュ研究所にいたピョートルカピッツァに出会った。カピッツァとの磁場中の自由電子に関する議論をもとに、ランダウハン半磁性に関する理論をまとめ上げた。コペンハーゲンに1930年9月から11月まで滞在した後、1930年12月から1931年1月まで、チューリッヒでボルフガング・パウリと研究した。チューリッヒからコペンハーゲンに3度戻り、 1931年2月25日から3月19日まで滞在してレニングラードに戻った。1932年から1937年にかけてハリコフのハリコフ物理工学研究所の理論、物理部長を務め、ハリコフ大学とハリコフ工科大学で講義した。ハリコフでは彼の友人であり元学生だったエフゲニーリフシッツと共に 理論物理学協定総書の執筆を始めた。大粛清の間、ランダウはハリコフでアップタイ事件の関係で取り調べを受けたが、モスクワで新しい役職に就くためにハリコフから脱出した。ランダウは文科を志望する学生に課される理論ミニマムと呼ばれる包括的な試験を開発した。試験は理論物理学の分野全般にわたり、 1934年から1961年の間に43人しか合格せず、合格者はいずれも後に注目に値する理論、物理学者になった。1932年、極中での写真1937年、モスクワの科学アカデミー物理問題研究所の理論、物理部長に就任した。1938年4月28日、 ランダウは同僚のユリー、ビールマー、モイスエーエーコリッツと共に逮捕された。罪状はスターリニズムとナチズムを比較し、スターリンを批判するビラを作成したことである。ランダウは内務人民委員部のルビアンカ刑務所で服役し、上司である同研究所長のピョートル・カッピッツァによる懸命な単願活動により1939年4月29日に釈放された。 カピッツァはスターリンに書簡を送り、個人としてランダウの行動を保証し、ランダウが釈放されなかった場合は研究所を辞任すると脅迫した。1941年、カピッツァが発見したヘリウム4の潮流動現象を理論的に説明する論文を発表した。この論文は、その後の物性物理学の基礎的概念となる純粒子の概念を導入している。 またこの論文では、ヘリウム4の波動電波において、第二音波モードの存在を予言しており、この第二音波モードは1944年に実験的に観測された。1940年代から1950年代前半にかけて、ランダウはソビエトの原子爆弾及び水素爆弾開発プロジェクトに参加を余儀なくされた。彼はこのプロジェクトに憲法感を示し、 最小限の仕事に止めるよう努めた。皮肉なことに彼の考案した数値計算手法により水爆の核出力を算出することが可能になり、結果的に水素爆弾開発に多大な貢献をした。この貢献により1949年と1953年のスターリン賞を受賞し、1954年には社会主義労働英雄の称号を授与された。 1953年のスターリンの死後、ランダウは各開発プロジェクトから脱退した。1950年代、量子フェルミ液体論を展開し、ヘリウム酸の物性など多くの物性を予言し成果を上げた。これらの成果に対し、1962年、ノーベル物理学賞が授与された。1962年1月7日、ランダウの車が対向車と衝突した。 彼は重症を負い、2ヶ月間昏睡状態となった。奇跡的に一命を取り留めたものの、彼の科学的創造性は失われ、以降科学の研究に完全に戻ることはなかった。この怪我のため、1962年のノーベル賞受賞式に出席することができなかった。生涯を通じて、ランダウは鋭いユーモアを発揮した。これは、ランダウが自動車事故からの回復中に、 脳損傷の可能性を診断しようとした精神科医との以下の対話によって説明できる。1965年、ランダウンの元学生や同僚がモスクワ近くの町、シルノゴロフカにランダウ理論物理学研究所を設立した。1968年4月1日、6年前の自動車事故で被った怪我の合併症で60歳でモスクワにおいて亡くなった。遺体は ノボデビチボチに埋葬された。ノーベル物理学賞を受賞対象となった絶対0度近くでのヘリウムの理論的研究のほか、業績は多岐にわたり、液体ヘリウムや金属中の電子系にも応用されることとなる、フェルミ液体の提唱、二次相転移の減少論、プラズマ振動の理論などがある。ランダウ理論の超伝導への拡張である、GL 理論の共同研究者であるビタリー・ギンツブルク、 は2003年ノーベル物理学賞を受賞した。ありがとうございます。